おはぴよ、どうもひなぴよです。それでは本日も君が死ね多数決デスゲーム続きやっていきたいと思います。前回超絶激アツな展開が訪れまして、カンナちゃんがね、自分が身代わりをサラちゃんと交換したんだということをね、白状したんですけど、でもカンナちゃんの手元に渡ってきたのは平民だったと。なぜだと。これに関してソウさんがハッキングしたのか、それともガシューが不正を行ったのかっていう話し合いが今始まりまして、でソウさん自身は、僕は役職カードのハッキングはしていないと言ってるんだよね。でガシューの不正をね、今から暴くためにみんなで話し合いをしようということになりました。ということでやっていきましょう。引き出していこうかな。ほい。名簿を詳しく確認したくなったらおまわりさんに言ってね。一緒に見てみよう。サラちゃん、一緒に確認してみよう。これね、オッケー。気になるところっていうと、この4枚の、名簿に関しては、このパーセントだよね。このパーセンテージが気になる。で、この場にいる今8人かな。まあ、もともとは11人だけど、いない名前があるよねっていう話をなんか言ってたよね。確か。この場に名前が書かれていないのは、なおちゃんと、そうさん。かな。で、かいさんも別に名前ないもんね。で、ジョーくんの名前もないもんね。これは一体どういうことなんだ。もう一枚あるんだよね、多分ね、きっとね。ここが多分なんか関係してくるんだと思うけども、どうなんでしょうかね。って感じかな。じゃあ違う人の話もね、聞こうかね。じゃあみんなの話聞くか。4枚綴りの紙で1枚につき4人ずつ名前が載ってますね。一体誰が作成した名簿なのでしょうか。多分フエミだ。ガシューの反応から見てもそんな感じだったし。あのこの紙って続きはないんですか。続き、いや、なかったけど。そうですか。すみません。俺たちの名前の他に聞いたこともねえ名前が結構載ってるぜ。車田、早坂、木梨、鶴城、他にも知らんやつだらけでよ。俺たちと出会う前、最初の試練で死んじまったやつってことかじゃ。そういうことかもしれません。誘拐犯のやつら何人殺せば気が済むんじゃ。いや、今は感情的になってる場合じゃねえな。ちょっと待って、参加者の中に名前が載ってない人がいるよね。ジョー君も載ってないね。何が言いたいんですか。ごめん、タイはないよ。事実を並べて推理してるだけさ。数えてみると全ての参加者のうち4人の名前が載ってないね。4人の名前。あれ、この名簿名前順ではないみたいですね。見てください、パーセント順で名前が並んでいるんです。君が悪いです。これは一体何の割合を示した数字なんでしょうか。明らかに違和感のある数字。これを解く鍵はあるのか。これさ、私さ、何回もデスゲームもしかして行われてんじゃねみたいなことをさ、まあ、何パーとか前に言ったような気がするんだけど、これもしかしてだけど、その今まで行われてきたデスゲームでの生存率とかだったりしない？ちゃうかな。どうなんだろう。さすがに勘繰りすぎ。名簿、何か思い出しそうにゃ。名簿、ああ思い出したにゃ。1階の酒場だわ。黒板に名簿が書いてあったにゃ。確かに名簿といえば名簿だが、全員の名前なんて覚えきれなかったし。僕を覚えてるにゃ。ね、飲酒家がアリス、カイ、カズミ、ケイジ、シュンスケ、ソウ、ナオミチ、マイ、メグミ、レコ、キュータロウだにゃ。飲酒不可がアンズ、カンナ、ギン、クニエ、サラ、ジョウ、ナオ、ヒナコ、ランマルだわ。すごいな、ギン。都道府県を覚えるより楽だったにゃ。ちなみにサラ姉ちゃんの名簿にはカイ、ソウ、クニエ、ジョウ、ナオの名前が載ってないにゃ。これは重要な情報になるぞ。役に立てたにゃ。
うわ、キンくん偉い、覚えてて偉い、尊い、可愛い、最高、大好き。ね、釘江さんってあれか、カンナちゃんの お姉さんかな、もう乗ってないのか。だから、ん？あ、違うわ、これ。そうくんの言ってる4人の名前が載ってないが、あれ、銀くんはあれだよね。1,2,3,4,5。5人の名前が載ってないって言ってるもんね。ここか。ここで討論か。OK。おい。銀くんと、そうさん。そうさん、今、なんて言いました？え？ 4 人の名前が載ってないって。いや、かい、そう、くぎえ、じょう、なおが載ってないから。あれ？ 5 人だわ。あれ？急いでて、数え間違えたかな。ごめん。おや？ここで問題になってくるね。そうだ、アリスさん言ってたもんな。俺が殺したのは日和そうだって。やっぱりソウさんさ、君偽名だよね。もしかしてさっきの名簿の中に、ソウさんの本当の名前が入ってたりするのでは？え？だから、自分の名前が入ってるから、そうっていう名前をカウントしてなかったんじゃない？自分で。だって本来そうはいないんだから。そういうことじゃないの？ちゃう？なあ、そんな小さな問題、気にする必要あるか？今の間違いは、些細な問題ではありません。なぜソウさんが間違えたのか、そこが重要です。ガシュ、デスゲームに巻き込まれた参加者の数を教えるんだ。20人でございます。名簿に書いてあるのは16人。乗ってない5人を足したら、21人になっちまうじゃねえか。一人多いだと？どういうことにゃ、黒板の名前は20人ぴったりだったわ。なら今度は紙の名簿に載っている名前を黒板と照らし合わせてみればいい。黒板の名前はこうあって、まず名簿に載ってない人物が海、宋、国江、城、直の5人。その5人を取り除く。1枚目はいるね。いるいる。4人とも名前がある。あ！ 0% の人？あれ、名前忘れちゃったけど、0% の人、なんか、名前この中になかったんじゃないかな。2枚目。いるね。これも同じく、4人とも名前がある。3枚目。あるね。これも。4枚目。そうだ。月見、真、月見、誠？宋さんの本当の名前、か？もしかして。あれ？月見、真？あ、真なのか。月見、真？この人だけ黒板に載ってないな。導き出した。21人目の人物。一体こいつは何者なんだ？月見真が何者か？まだ見ぬ生存者。人知れず死んだ参加者。仲間のうちの誰か。私の考えが当たっていれば、ソウさんは月見真だと思う。仲間のうちの、誰か？ちょっと落ち着け。それってつまり、どういうことだ？偽名？誰かが偽名を使っていると考えれば、そうか。月見真は、仲間のうちの誰か。黒板の名前を偽名に書き換えたんです。そんな。
なるほど。ね。面白い。その線で推理すると、うん、そうね、アリスさんが、日和そうを殺したって言ってるのを知ってるのは、刑事さんだけだから、刑事さんしかこれは導き出せないはずだ。月見真は、すでに判明してる。なんだと!サラちゃん、推理しよう。紙の名簿がすべて本名だとしたら、本名が判明してない人がいるよね。名簿に名前が載ってない人たち、黒板に名前が載ってない人たち、私。ああ、まあ、紙の名簿がすべて本名だとしたら本名が判明してない人は、名簿に名前が載ってない人たちか。紙の名簿に書かれてない、海、宋、国江、城、直のうちの誰か。そういうこと。さ。なら、5人の名前について話し合ってみるぜよ。進展。私は本名です。三島先生からずっと直さんと呼ばれてましたよね。僕だって本名さ。景品交換所にも僕の名前が書いてあったでしょ。国江は、カナのお姉ちゃんの名前です。ジョン兄ちゃんが偽名だったらサラ姉ちゃんにすぐバレてるにゃん。カイの名前はパソコンにあったメールの送受信記録から本名で間違いないはずだよ。名簿を確認したくなったらいつでもおまわりさんに言ってね。そうね。ナオちゃんはもう三島先生という知り合いがいる。クギエさんはカンナちゃんのお姉ちゃん。ジョー君は、サラちゃんの友達だからまあ本名でしょ。でカイさんはあれですわ。パソコンのね、送受信履歴っていうのを、まあ、キュー太郎さんも言ってたけど。で、ソウさんに関して、だけないのよ。景品交換所にも僕の名前があったでしょって言ってたけど、ね、名簿じゃなくて、顔だけだったんだよね、あれね。名前書いてなかったはず。だから、違う。まあ、とりあえずみんなから引き出していこうかな。その前にセーブするけど。クリエは、カンナのお姉ちゃんの名前です。もちろん本名です。忘れるわけのない大切なお姉ちゃんの名前です。カイの名前はパソコンにあったメールの送受信記録から本名で間違いないはずだよ。他の名前で呼ばれてた形跡はねえぜよ。僕だって本名さ。あ、刑事さんの顔変わった。景品交換所にも僕の名前が書いてあったでしょ。こんな名前について話し合ってる場合なのかな。うん、信じてください。サラさん、さすがに偽名とは思えないな。うん、サラ姉ちゃん、ジョー兄ちゃんは本名は？もちろん本名だ。よかったにゃん。つまり、ソウさんのこの話を聞いて、刑事さんがびっくりしますので、私はこれをカチッと触っちゃいます。どうしたんですか刑事さん。いや、あまりに平然と嘘をつくから感心しちゃったね。嘘なんて。サラちゃん、景品交換所を思い出してみて。顔なんですよ。景品交換所。あれ？思い出した。顔写真はあるけど、名前なんてどこにもないんだよね。はあ、そうだっけ。ちょっと勘違いしてたよ。そう。一体君は、何を怯えているんだ。怯えてる？ソウさんが？私が言った、そのデスゲームの生存率、なのだとしたら、もしソウさんが月見真だったらさ、0% なんだよね。どうなんだろうね。真実を語ると言ったじゃないか。共にガシューを倒すと。俺たちは仲間だ。信用してみなよ。そう。いや。月見真君。ソウさんが、月見真。僕だって、みんなを、信用したいよ。でも、僕は、ソウさん、何か言おうとしてるんだ。だったら、私が引き出す。
協力するぜ、サラちゃん。おらららら、ああダメか、心の揺らぎは感じる。もう少しのはずなのに。あ、こうなるんだ。あ、失敗するとかあるんだ。すいません、ちょっとやります、やります、すいません。はい、やります。君が語るまで引く気はないよ。私がソウさんの心をこじ開ける、任せろ。ちょっとよし、頑張ります。ほら、うわあ、いや、ソウさんの心、手怖い、手怖いよ。どうだ、どうだ、なった、大丈夫？オッケー、開いた。ソウさん、今こそ本当の自分をさらけ出す時です。僕の、本当の名前は、月見、死んだ！全部教えてやるよ。その名簿の秘密も。知ってるにゃん？ああ。その名簿は、僕が最初の試練で手に入れたものと、全く同じだから。なんだって？教えるぜよ！一体この名簿は何なんじゃ！デスゲーム参加者の勝率表だよ。ああ、そうなんだ、やっぱり。パーセントってだってそんな感じするよな。左に意味不明のパーセントが記載されてるだろ。それがデスゲームで最後まで生き残る勝率なんだ。バカ言え！なんでそんなもの、わかるんだよ！それは、ああ、人工知能でテストした。なるほど。そういうことか。じゃあ何回も行われてるわけじゃなくて、何回もシミュレーションがされてたってことなのかな？私たちの人工知能を使って、テストしたんです。そうさ、データ上で数えきれないほど、デスゲームのテストプレイを行ったんだ。どれほど正確なデータか、嫌になるほど僕は説明を受けた。そして、見てしまったんだ。自分の数値を。0%。確実な、死だ。僕は、このデスゲームを、絶対に生き残れないんだ。だから、自分を捨てるしかなかった。死にたくない。震えが止まらない。僕は殺される。多数決でみんなに選ばれて殺される。そんなの嫌だ。おーい、やあ。光に照らされた影が話しかけてきた。いきなりだけど、君は多数決って知ってる？彼は僕に語りかけ、追い込んでくる。それじゃあ行くよ。痛い！やめ！数は力だよ。弱い君は、強い者に取って食われる哀れな羊。死ぬのが嫌なら、変わることだね。僕は、月見シンを捨てたんだ！そう、さん。いやはや、なんとも胸を締め付けるお話です。しかし皆様、時間切れになってしまいました。時間切れ！
あ、すみません。まもなく投票の時間なんです。ちょっと待つぜよ、せっかく議論が進んでおりましたか。私の不正など関係ない話ばかりです。名簿の秘密が明かされて何の進展がありましたか。それは、おい、そう、名簿についてこれ以上の情報はねえのかよ。知ってたら今さら隠さないよ。サラちゃん、他に不正を証明する道具はないんですか。不正を証明する道具、考えろ。あるのか。あるか。ない、もうないよ。そんなものあればとっくに出してる。もう無理なのか。これ以上はどうすることも。諦めるのか、サラ。僕は黒板を書き換えた。それにモニタールームの自分のモニターを破壊した。全部話したよ、誓い通りに。だから救ってくれよ、勝ち取ってくれよ、延命を。ここまで話してくれたんだ、無理ですなんて言えない。感じる、総さんから私への信頼を、本当の絆を。当たり前です、総さん。サラ、これがラストチャンスぜよ。どんなことでもいい、不正につながるものを見つけるんだ。みんなで考えて勝つにゃん。しゃぼんなよ、インカ。ああ、分かってる。みんな、議論は確実に進んでいる。この名簿の謎を解き明かすんだ。答えの先に不正の正体がある。信じよう。最後の話し合いをどうぞ有意義に。進展。いいかい、この名簿にはデスゲーム参加者が最後まで生き残る確率が書いてあるんだ。人工知能でテストプレイを行って勝率を出したと言ってましたね。勝率表にまだ見落としがあるのでしょうか。やっぱり16人しか名前がないのが気になるよな。ゾウが偽名だったから結局4人の名前が載ってないんだよな。カイ、クニエ、ジョウ、ナオの4人が載ってないにゃん。サラちゃんの勝率が一番高いのってちょっと気になるよね。やるぞ、引き出すよ。サラちゃん、一緒に確認してみよう。サラちゃんが 15.5%、まあ、ケイさんが 9.5%、 ケイさんが 8.8%、 レコさんが 7.7%、 ウチワケゼロ 3.0%、 カンナちゃんが 2.7%、 リンくんが 1.3%、 シンくんが 0.0% だね。もう君のことは私はシンくんって呼ぶよ。もうソウさんの方がもちろん馴染みはあるけど、君の本当の名前はシンくんなんだろ。勝率表にまだ見落としがあるのでしょうか。勝率とみんなの本名は判明しましたが、例えばこれまで触れてこられてなかった職業についておかしな部分があるとか。職業か。職業は別になかった気がするな。ソウが決めだったから結局4人の名前が載ってないんだよな。この4人の共通点は思い浮かばねえ。けど逆に名簿に載ってる16人の共通点はわかるかもしれねえぜよ。16人の共通点。いいかい、この名簿にはデスゲーム参加者が最後まで生き残る勝率が書いてあるんだ。僕もそれ以上に詳しいことは教えてもらってない。ただいかに正確で紛れのないデータなのかは説明を受けたよ。何か他に思い出せることはありませんか。それは、
どうしました？よく思い出すと、参加者じゃなくて候補者って言い方だったかも。まあ参加者も候補者も違いはないよね。誘拐犯が使い分けてる可能性があれば別だけど、参加者と候補者か。候補者って何の候補者だ？いや絶対に違う。これは参加者と候補者がまた別だ。参加者はジョー君とかナオちゃんとかカイさんとかも含まれてるけど、そのクギエさんも含まれてるけど、候補者はその16人しかいなかったんじゃないか。やっぱり16人しか名前がないのが気になるよな。そうは正確な勝率だって信じてたみたいだけどよ、乗ってない4人の勝率はどうなってるんだ。そいつらの動き次第で16人の勝率も変わるじゃねえか。もしかして乗ってねえ理由は4人だけ人形だったりするんじゃねえかな。人形？なるほど。人工知能でテストプレイを行って勝率を出したと言ってましたね。きっと人工知能の私たちはデータにされるために何度も何度も殺し合わされてリセットされて、あのモニタールームはテストプレイを行った会場だったのではないでしょうか。あ、でも人工知能ですからデータ上で戦わせれば済む話ですよね。確かにあの部屋に集める意味はないよな。そういえばモニタールームにいる人工知能には条件があると聞きました。最初の試練を生き残った候補者が並んでるって。候補者？候補者か。はあ。カイ、クギエ、ジョー、ナオの4人が乗ってないにゃ。陰キャの本名が分かったからこの4人で間違いないわ。でもその4人の共通点が分からないな。だって生きてる人もそうじゃない人も会ったことない人も混ざってるわ。やっぱり共通点が何か。候補者っていうワードが出てきたナオちゃんと、こっちの参加者も候補者も違いはないって言ってるシン君とぶつけるのかな。来た。待てよ、候補者ってなんだ。参加者と候補者は本当に同じなのか。参加者はこのデスゲームに巻き込まれた20人のことなら、フロアマスターが言う候補者って決戦投票に残ったもの、優勝する資格があるもの、優勝する資格があるもの、優勝するための資格や権利、条件が揃ったもののことだ。その上で組織に忠誠を誓う画集が不正を働くとしたら、候補者を殺そうとした、候補者以外を殺そうとした。え、ちょっと待ってくれ。いやでも大丈夫だよね。不正が発覚すれば、不正が発覚すれば延命だよね。だから今私の中で結論づいているのは、なおちゃんは候補者ではないから、画集は不正を働いて候補者以外、つまりこの中で言ったらなおちゃんを殺そうとした。もしも優勝する資格のない候補者以外の人物がこの中にいるとしたら、ガシューは殺そうとしたはずだ。だから身代わりを不正に操作した。だから一番最初にナオちゃんを身代わりにしたのも意図的だったってことなんじゃないのか。もうわかるはず。この中にいる候補者ではないものが、候補者ではないものを選んでください。
なおちゃん以外にいないんですよ。すっごいいいとこなんですけど、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。いやもう、これは、どうなるんだい、一体。これでも、これでガシューの不正が暴ければ24時間の延命はされるはずなのよね。だから、次回、ナオちゃんを選択して、ガシューを追い詰めることができればいいなと思っております。ってことで、また次回、オツピオです。